浦添ヤフソ公民館。メーヌカーとホウコンの日。右手にファミリーマートがありますが、以前ここには映画館があったそうです。先日ヤフソ大通りの動画をアップしたところ、多くの視聴者さんからヤフソに関してのコメントをいただきました。当たり前なんですが、その土地土地にはそこに住んだ経験がある人でないとわからないことがたくさんあるんですね。そんな人たちのお話をベースに、今回も浦添市ヤフソをお散歩してみたいと思います。ヤフソには映画館が3軒と劇場が1軒あったそうです。ネットで調べると、戦後ヤフソ大通りは那覇の国際通りと肩を並べるくらい繁栄していたそうです。ヤフソオリオンとあります。映画館の跡だと思います。新しくペイントされて保全されていますね。戦前の話をしますと、今歩いている場所から300メートルほど南にはパイプライン通りがありますが、戦前はそこに京浜鉄道が走っていました。京浜鉄道の那覇の安里駅の次が浦添の内間駅、その次が現在の国道58号線の城間駅になります。ここで地図を見ながら戦前のヤフソの周辺を説明してみたいと思います。現在地の下の赤い線が京浜鉄道の路線です。那覇の安里からやってきた京浜鉄道はパイプラインを通り、ヤフソ郵便局近くから城間通りに入りました。国道58号線近くに京浜鉄道の城間駅がありました。次はヤフソの右岸樹のガジュマルを見に行きましょう。もう目の前に見えているガジュマルがヤフソの右岸樹のガジュマルです。ヤフソの右岸樹とガジュマルを見に来ましたが、奥に戦争の慰霊碑が見えてきました。ヤフソ集落の沖縄戦の慰霊碑、ホウコンの日です。
闘魂の火の土台のこちら側には地域住民の戦没者の氏名の記載があります。正面には兵役で戦死した方と学徒で戦死した方の氏名がありました。正面には海があります。現在地は少しだけ高台なので前の住宅がない前方に海が見える位置です。戦前はここから海が見渡せたと思います。さて次はすぐ近くにあるヤフソ公民館に向かいます。ここから1分くらいです。ヤフソ公民館の敷地には昔からのフィーチャー湧き水があるんですが、これが少々問題なんです。ネットで調べてもこのフィーチャーが出てきません。もちろん地図にも載っていません。なのでこのフィージャーの名前もわからないので困りました。ちゃんと整備された立派なフィージャーだけでも名前が調べられない。自宅に沖縄警備鉄道マップという本があるんです。沖縄県内の出版社ボーダーインク社の本ですが、この本は警備鉄道の本ですが、中の地図に各地のフィージャーが驚くほど多く記載されているんです。その本にヤフソの右岸樹近くにフィージャーがありました。その名前はメーヌカーだと分かりました。ヤフソ公民館のフィージャーの名前はメーヌカーでした。小さな浸水公園があります。井戸があり、そこからの水が流れ出て小川のようになっています。
左手のハウスで大型の蝶のオオゴマダラを育てているようです。3週間前ここに来た時には中に蝶々が飛んでいるのが見えましたが、今日は見えません。もう時期が終わったのかもしれません。さあそろそろ今日の散歩を終えて八不相通りに出て帰りましょう。八不相通りまではここから1分と近いです。おっとっとっと、大事な場所をもう1箇所忘れるところでした。 Uターンします。最後にここを覗くと本日のお散歩はおしまいです。あと 2,3 分くらいお付き合いください。前回八不相通りを特集した時、複数の視聴者さんから八不相のそろばん塾宮城珠山学校の話題が出ました。多分子供の頃の思い出と深くつながっている地域の良い塾だったんだと思います。今日の八不相のお散歩は宮城珠山学校を見て終わりたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。